カイツブリが水に飛び込んで形成された表面波物理学でいう表面波とは異なる媒体の海面に沿って伝達する波動である。また、屈折率の勾配に応じて伝達する電磁波も表面波という。ラジオ放送において地上波は地球の表面付近を伝達する表面波である。地震学においていくつかのタイプの表面波が見受けられる。 力学的観点において、表面波は一般にラブ波またはレイリー波として知られ、地震波は、しばしば地震また爆発の結果として、地球を通過して進行する波動である。ラブ波には水平動があるが、レイリー波には上下動と水平動の二つがある。地震波は、地震学者が研究しており、地震計により測定される。表面波は、 幅広い周波数域に及び最も大きい被害を及ぼす波の周期は通常10秒以上である。最大の地震では表面波は何度も地球を周回することがある。表面波はエアリー関数で禁じされるときより適切にはクリーピング波と呼ばれ海上の波を説明することができる。例として水と空気の海面の波、水、または 空気の海面におけすなのさざ波が挙げられる。その他の例として、密度の異なる二つの水の塊の海面に沿って進むことができる内部波がある。地上波は地球表面、またはその付近の電波電波と言われている。これらの表面波も、また、漠然とノートン表面波、セネック波、ゾンマーフェルト波として知られている。中波における低い周波数、特に、 AM 放送と超波帯域は地上波として効果的に進む。なぜなら、それらはその低い周波数に従って地球の形状によってより効果的に解説を受けるからである。電離層の反射も考慮に入れられている。電離層は太陽の状態に従ってしばしば変化する一定のバンドの周波数を反射する。 このように地上波の電波を維持する海面を構成する屈折率が地球には一つあり、大気は異なる屈折率を持つ。空洞共振の横波は空洞の中に閉じ込められた波動で生じた特徴的な低在波のパターンである。この空洞が可能にする波長に相当する粗密波は空洞の反射面からの多くの反射の後、干渉により強められる。 表面の電気伝導度は、よりよく電波する。水のようなより伝導度が大きい表面とともに、地上波の電波に影響する。表面の伝導度が大きくなると、散逸が小さくなる。屈折率は、空間と時間の変化を受ける。地殻が完全な動体ではないので、地上波は、地球表面をたどると弱まる。ほとんどの低周波の超波ラジオ超距離通信は、 地上波の電波となる。周波の電波は、主に地球の極率に従って進む特徴がある。低周波では、地上での損失は低く、低周波ではもっと低下した。VLF よび LF 周波数は、大抵軍事通信、とりわけ船舶と潜水艦に用いられる。表面波は超地平線レーダーに用いられていた。ラジオの発明において、 表面波がもっぱら用いられた。初期の商用及び専門的なラジオサービスは、もっぱら、低周波で、地上を伝播する長波に頼っていた。これらのサービスが利用している海面で妨害があると、未熟で経験的な伝送はより高い周波数に限定され、それらの地上波の範囲が限られていたために、有用でないと感じられた。 他に中波と短波の周波数で可能な電波モデルの発見において商用目的及び軍事的目的における HF の利点は明らかとなった。この未熟な経験は認可されたこの範囲の周波数のみに限られた。夜、中波と短波は電離層で反射する。これは超空波として知られる。地球の昼の部分の電離層に向かって 太陽風が吹き夜の部分へ吹き抜けるとこの天然のラジオの鏡は昼間により表面に近づく。このことは高周波が昼間に非常に効果的に電波するを妨げる。夜間には中波と短波の伝達においては上空波よりよく進む。地上波は電離層や大流圏の電磁波を含まない。マイクロ波状理論では多くの空洞の屈折率は 表面波の電波を維持する海面を構成する。表面波は、電装線の一部として研究されていて、いくつかは、単線電装線と考えられているとみられる。ネーバルエレクトリカルエンジニアリングトレーニングシリーズ、チャプター2ラジオウェーブプロパゲーション、グラウンドウェーブス、インテグレーテッドパブリッシング、アンテナズラジオプロパゲーション、TM11 から66、 February 1953ピアニッシも17から23ありがとうございます。